西武ライオンズさんとんでもない難問を抱えてしまう。今年山川に FA を取らせて追い出すか、今年は出さないで来年もいることになるのか、地獄の2択になってしまった模様。 FA まであと何試合かよな、しれっと出すんかね、反応やばそうやけど、どの道叩かれてるんやし、今年出してシルエットか狙えで一軍登録だけしてベンチ入りさせないでおくしかないやろ。ゴミのような2択で草。 FA で取る球団であるという不調、クビにしても理解される、奴隷契約でも理解される、FA したら得されなく保証もある、どう処理しても勝ち組や、現役ドラフトやと思ったら年俸制限あるんか、トレードやな、安く使い倒せばええやんけ。選手としては有料だけどバックで抱えてる問題がでかすぎ、かつ FA で人的保証金銭保証も必要になる山川、とりあえず謝罪会見開かせて世間の反応の様子見るんちゃう。3つ目もあるやろ、双方合意で自由契約や年俸下がったり次が決まらなければ保証するとかやりようはいくらでもあるし、今年いっぱい謹慎で来年しれっと復帰やろ、翌年 FA は知らん、山川とリチャードトレードでええな。起訴されてさっさとクビにした方が簡単だったよな。山川が都市坊安くて西武が叩かれてたけど、西武の扱いが正しかったんやな。ご視聴ありがとうございました。